2020年夏のオリンピック・パラリンピックの開催決定後、初の議会となる都議会第3回定例会が今日開会しました。1日目の今日は猪瀬知事がおよそ30分間の所信表明を行い、招致成功への感謝の意を述べた後、大会開催に向けて引き続き議会の協力を求めました。この中で知事は、大会運営において重要となる交通インフラの整備を早急に進めたいとし、横田基地の軍民共用化についても触れました。実現すれば、首都高の空港機能の一翼を担い、多摩地域の振興にも大きな効果をもたらす横田基地の軍民共用化に引き続き取り組んでいきます。2020年大会開催を契機に、日米協議の推進を促進を政府に強く求めてまいります。これだけの巨大都市の航空需要というのは、そういう国際空港がトライアングルの形で存在することが必然性です。これはまずはね、プライベートジェットですよ。まずビジネスジェットね、まずはそれを着陸させる。それからだん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 ですね、拡大していく。知事は合わせて羽田空港の拡張も進めていきたいとの考えを示しました。第3回定例会は来月11日に閉会する予定です。